萩、三隅道路三味インターチェンジ出口付近山口県、萩市三味。萩、三隅道路は山口県長門市三隅中から山口県萩市椿に至る延長 15.2km の高規格幹線道路で山陰自動車道に並行する国道191号の自動車専用道路である。長門市と萩市にまたがる国道191号の鎖峠付近は 急峻な山肌を縫うようにして走っているため、崖崩れの危険性が高く、大雨の際に通行止めとしている状況である。この状況の解消を目的として、国土交通省が1992年8月21日に都市計画決定を受け事業化、1996年度より工事に着手した。暫定に車線による、総事業費は780億円。 2008年2月23日に、ミスミインターチェンジ明石イ,インターチェンジ館が開通、2011年9月23日に残る明石イ,インターチェンジ萩 IC 館が開通した。部分開通当初、案内標識などでは、三ニ道の表現は用いられていなかったが、全線開通を機に、道路名称として三ニ道の表現が用いられることになった。三ニ自動車道は、 鳥取県鳥取市を起点としており西向きが下り線だが山口県下関市を起点とする国道191号のバイパスとして建設されたため萩、三隅道路としては三隅側が起点となる実際のキロポストも国道191号に準じたものとなっている長都市三隅萩市三味館は連続雨量百五十ミリメートル以上萩市三味市下前館は 連続雨量2 5 0ト、mm、ル以上で通行止めとなる。国道191号、萩、三住道路が一部開通知事や萩、長都市長来はうまいなす毎日新聞山口版2008年2月24日。a b 一般国道191号萩、三住道路開通のお知らせ国土交通省中国、地方整備局山口河川国道事務所2011年9月5日付記者。 発表山口県発の山陰道萩、三住道路三宮かし三隅間が開通。萩市公式サイト2008年2月26日。ありがとうございます。